See you! ティアラ、なぜあなたがお姉ちゃんの会は聞きに来たんだ。今日の式典はフローラ様と初代フォーリナー様を称える第一次防衛大戦の時に二人はこの近くに。そうね。ところでそれは私はずっと寝込んでばっかりだったけど、お姉王宮の温室で私すごく元気づけられたん。最近は体力私お姉ちゃんが私にしてくれ私にふざけたことを言わないで。え、お姉ティアラ起きて。ティアラなぜあれベンチに座った。あ、大したことじゃないよ。あの時の夢よーし。ティアラ会議。ティアラが居眠りしている間に私たちのいろいろあったせい。委員長の私がそれにだからなる歌で渡それそうだな。うん、最高のオルケス。さあみんな準備はいい？ええ、もちろんよ。ティアラ、本番と同じようにやろう。はい、ではティアラ、お願い。うん、さあ、始めよう。私たちの書には無限の力が宿ってる。いった。
真剣勝負だ。決めましょう。やっ、あっ、一刀両断は女学院の理事長室、私はあなたが、彼女たちは舞台の上で彼女たち、この世界でまじ、つまりはただあなたは男性にもかかわらず、それでその結果あなた浄化した魔獣のマイナス、これはあなたしか持っていない能力です。私たちも驚いていても、それはプラス感情を集める。失礼します。ティアラさん、やっぱり理由は分かっ、フォーリナーがこの学院を作って魔女に組み、ベールランド氏、きっとそうです。まあ、そして理事、それに特例として未教師になることは、でもでは、あ、最初は戸惑うことも多いと、あ、ティアラさん、そしてお腹が空いているようですね。ちなみに教師になればいいし、あの、理事、レッスンの後でどうです？とても貸し、お給料の、例えば、でも無理もありません。あなたの魔法、あなたは、あくまでもちろん分かっ、では、あら、私たちはトップ、予言にダビ、改めて私たちの聖地二人はロゼッタとラビー、私と、私が説明、プラスカン、おい、あ、いけな、ホネ先生の魔法で私たちをサポートしてください。先生、無事ですか？先ほど、こう驚かせてすみ、先生が、そ
そういうあなたはその間に、そして何でも少し前からこう作ったのは、ちなみに特別機能的にメッセージと先生はこのですので、試作機をこれを使って。クロエ、邪魔するわよ。おっと、先生、もし魔獣と遭遇してしまったら。そう言っていただけると頼もしいです。では、何かあったら気軽に連絡してください、先生。無駄にはしないぞ。貴様が新しい教師か？私の名前はルキフェル。ここはゲーム研究会の部室だ。ここにはいろいろと面白いアイテムがあるぞ。せっかくだから遊んでいくがいい。このダイスは他者との絆を形にすることができるのだ。どのような形になるかは運次第だがな。貴様も興味があるか、先生。どれ？私が貴様と魔女との絆を形にしてやろう。普通なら対価をもらうところだが、今回は就任祝いでサービスしてやる。心の…よく来たな。運試しと行こうか。はっ！おはようございます。いい朝ですね。すごく可愛い服。朝から先生と会えて嬉しいです。私もいつかお姉さんみたいに。任せてください。
ありがとうございます。これで今月の家計簿も安心です。